F1 第11戦オーストリア GP、フェラーリのルクレールが勝利を挙げました。今季3勝目。2位のレッドブル、フェルスタッペンとのポイント差を5ポイント縮めました。38ポイント差です。7回優勝のフェルスタッペンと3回優勝のルクレールの差が38ポイント。意外と少ないのです。今季開始3戦後のポイント差は、ルクレール46ポイントリードでした。その時のメディアは、こぞってこれがひっくり返れば、 確か、過去一回だけと起こり得ないという論調でしたが、今は、逆に38ポイントフェルスタッペンのリードです。逆転はあり得る状況です。仮に、3度連続優勝している間に、一度トラブルでリタイアして、2回連続で2位になれば逆転です。そういった意味でも、ルクレールは、ぜひとも欲しい優勝だったと思います。最後は信じられないほど困難だったと、レース後のパルクフェルメでのメディアインタビューで、シャルルルクレールは認めた。 スロットルに問題を抱えていた。低速で20から30%のスロットルでスタックしていた。奇妙なことに、それはサインツと同時に起こったし、もちろん、それを心に留めていた。でも、実際に違和感のあるペダルだったので、エンジンに問題がないことは分かっていた。最初にピックアップし、最後にゼロに戻ることはなかったけど、幸いなことに、レースの終わりまで続けることができた。チェッカーフランク後のチームラジオで、 シャルル・ルクレールは、怖かった。本当に怖かった。と語った。しかし、マックス・フェルスタッペンは、フィニッシュまでに十分に近づくことは、できなかった。非常にトリッキーだったけど、僕たちは、最後までそれで突き通すことができた。とてもハッピーだ。本当に、この勝利が必要としていた。最後の5レースは、僕自身にとってもチームにとっても、明らかに困難だった。最終的に、 車にペースがあること、そして僕たちが勝てることを示せたのは素晴らしいことだ。本当に良いレースだったし、序盤からペースはあった。そして僕たちはマックスといくつかの良い戦いをした。今回はフェラーリに力負けという感じがします。レッドブルにレースペースの優位性がありませんでしたし、今回3回オーバーテイクされました。それにルクレールのマシンは不調を抱えながらも最後まで走り切りました。 ルルクレールの勝ちでしょう。今回レッドブルはアップデートを行い、フェラーリはアップデートを行っていません。そのことを考えると、レッドブルの状況が微妙に思えますが、次回は、レッドブルのスピードが活かせるコースですし、予算も少し追加されたので、アップデートの期待もできると思います。